と一緒に投球する障害選手と、プロボーラーをご紹介させていただきたいと思います。まず総センター立川スターレンのエースでございます小原テレプロでございます。よろしくお願いいたします。続きましてボールが曲がらないことで有名なプロボーラーイケメンの松田力也プロです。よろしくお願いいたします。今日はやってくれそうですよね、あのブースでもね、はい。続きまして2連覇達成しました東海誠選手です。プロボーラーじゃないです、アマチュア選手です、はい。続きまして佐藤浩一選手で準優勝でした。前回自転車展開第3位の役は良太選手です。よろしくお願いいたします。はい、まずですね、僕と小原からコンディションの説明は後でいいな。じゃあ一言ずつ、ご挨拶いただきたいと思います。はい、皆さんこんばんは。今回スポコンチャンピオンカップ春お集まりいただきましてありがとうございます。今日ちょっと天気も悪くてお足元の悪い中お越しいただきありがとうございます。私はあの決勝に残ったことがないので今日は残ります。よろしくお願いします。はい、本当に残ってもらいたい。改めまして皆さんこんばんは。初めましての方も多いかと思いますので自己紹介のほど、よろしくお願いします。東山とグランドボールから来ました、56世の松田力也と申します。よろしくお願いします。今回、立川さん様、呼んでいただきまして、楽しみにしてまいりました。前回、サンタマ、プロアマオープンで、来させていただいたんですけどそれ以来の、来場となりました。今回、難しいレーコンディションということで、大変ちょっと先が見えないんですけども、しっかり頑張ってアジャストしながら、準決勝ね、良ければ決勝残りたいなと思いながらちょっと真剣に頑張っていきたいと思いますので今日は皆さん短い間でありました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ右側が一番いけそうなボーリングなんじゃないですかね、おそらくね、スローカーですからね、はい。そこら辺ぜひね頑張っていただきたいと思います。続きまして東海誠選手です。皆様こんばんは。東海と申します。前回前々回と、まあ、運よく優勝させていただきました。今回もこの強運で優勝したいと思っております。よろしくお願いいたします。なんか元気がない、はい、やる気ない。はい、佐藤選手お願いします。皆さんこんばんは。なぜかここに入ってないんじゃない、はい、皆さんこんばんは。なぜかここに立たせていただいて光栄でございます。次もここに立てるように手を返し顔を返り頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ストローカーですからね、チャンスあるかもしれませんね。ヤクワさんです。こんばんは、お疲れ様です。ヤクワと申します。前回は決勝まで決勝じゃない、なんか3位の決定戦まで行けたんですけども悔しい思いしたんで今回はとりあえずまた残ったんとか残って次こそ勝てるように頑張りたいと思います。また普段ボリュースで使わないんですけどこの台風のためにしっかり持ってきたんでうまくアジャストして頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今くじを引いていただいたのでレーンが何番なのかっていうことだけ、はい、私が、15分1ですね。松田プロが9の1です。で東海さんが11の1で佐藤選手が7の1、横田選手が3の1になります。はい、よろしくお願いします。コンディションの解説に入ります。まず奇数レーンの小原プロ後半のコンディションです。はい、そうですね、今回46フィートで、まあ上から見た図だと奥の方にこうフッキングポイントをちょっと殺したような形で、オイルを幅広に持ってきてます。ただ手前から、14枚ぐらいからこう段差が結構あるので、まあ、14枚ぐらいをうまく沿わせればスコアは割と出るんじゃないかなと思います。ですのであまりこう出さないで投げるか、まあ、外
当はちょっと厳しいのかなと思ってますので、14枚ぐらいをうまく攻めるといいんじゃないかなと思いますので、ぜひトライしてみてください。はい、安藤プロ。はい、前回ですね、10枚目から10枚目、あ、そうだね、10枚目から10枚目、外が、全くオイルが入ってないという設定のコンディションを作らせていただいたんですが、意外とみんな入りそうに感じちゃってね、ちょっと悔しかった。やっぱり日本で一番鬼畜な大会を目指している僕にとってはですね、皆さんがこう打ってるっていうことが非常に悔しい思いでいっぱいでして、今回はレーンメンテナンスにちょっと気合い入れてですね、もう本当に、手前はですねクリーニング用の、ね雑巾で綺麗に拭いて、空拭きして、全くもうノンオイルの状態からブラッシングしてますんで、そこら辺はちょっとね期待してるところなんですね。まあ見ていただくと分かると思うんですけれども、本当にこれ忠実に近くなってますんで、15枚から15枚しかオイルが入ってないです。で、40フィート、40フィートっていうのはやっぱり一番ボーリングの中では難しいレーンコンディションとなりますので、なりやすいのでですね、40フィートを選択しました。はい、ということで、まあ、その攻め方というのはですね、僕はこういう難しいコンディションあんまり投げたくないんで、まあ、なんとも言えないんですけれども、まあ、その真ん中ね、オイルうまくですね、使っていただいて、どうやって使うんでしょうね、多分ポリエステルボールになると思いますが、そのポリエステルボールを、うまく、狭く当てる、もしくは、ポリエステルボールを右に向ける、まあ、ビニールで言ったら、ね9枚目ぐらいになるわけなんですけれども、そこまで行ってくれるのかなっていうところですね、そこら辺は皆さんの腕前をですね、後ろから見させていただきながら、なんと笑わせていただきたいかなと思っておりますので、皆さん、ご検討いただければと思います。今日もお集まりいただきまして、ありがとうございました。それでは、これからですね、練習ボールの方をスタートしたいと思いますので、皆さん、スタンバイの方よろしくお願いします。2分後にスタートをさせて。
Thank you.
やっと通過しましたね。これ何回目？5回目？結構な回数ですね。初です、初。初？うん。小原さんは初でしょ？でも僕、一回ある。最初。最初。うん。いいところで出たんでね。はい。とりあえずじゃあ、クビにならずですね、そう。じゃあ、クビ。そうですね。あの、経費の関係でね、クビにしなかったっていうね、部分なんですけれども。やっぱね、お金かけられないんで、あんまりね。はい。意気込みを。そうね、今回割とね、まあ、毎回自分で型を作ってるんですけど、比較的投げやすいので、まあ、嫉妬しないようにね、しっかり自分らしいボーリングができればいいかなと思ってます。はい。チャンネル登録よろしくお願いします。YouTube やってますんで。はい。おばたテレビで出てきますんで、お願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、第2位通過、斉藤優太選手です。はい。はい。いや、もう、久しぶりかな？ファイナル初めてですね。あれ、ファイナル初めて？あ、そっか、初めて。そうなんです。いつも、5位とか4位とか。ああ。ね、推薦してる割には結果出せなかったっていう。今日は、一般枠の、はい、参加だったんで、ね。合格してしまったんですけどね。ここはちょっと、まあ、ご名誉上、名誉ばっかりと。やっぱり準決勝で2ゲーム素晴らしいボーリングしましたね。うん、素晴らしいね。はい、なんとかいい感じで来れば、はい、はい、もう狙うは優勝ですね。そうですね、まあ、準決勝投げたら、ね、このまま、ね、ファイナルに向かって、まあ、僕が一番有利なのかなと思って、そうですね、出せればいいかな。はい、わかりました。じゃあ優勝目指して頑張ってください。はい、ありがとうございます。そして合わせた方のうち、春になるのかな、春、3位決定戦、皆様の小さな拍手をいただきまして、スタートさせていただきたいと思います。
ぜひ参考にしていただければなと思います。じゃあ改めて、
相手ヤクワ選手ですけど、はい、はい、ね、同じゴールスカー、そうですね、ね、はい、まあ、小学生の時からね、知ってるんで、うん、そうだね、何回戦ったか分かりませんね、本当に、うん、何勝何敗ぐらいどうでしょうね、昔はよく負け越してたんで、ね、昔の分を今取り返せたなっていう、ああ、ね、そうだね、はい、うん、じゃあやっつけちゃってください、はい、はい、ありがとうございました、おめでとうございます、ありがとうございます、はい、ヤクワ選手です、お疲れ様です、ヤクワです、何も話すことを考えたんで結構同時に僕としてはイージーミスもなく上手にできたかなと、もう上出来だからここに流れで、まあ最終打選手はそのもう先ほどの通り昔からずっと一緒に戦ってきた選手相手で相方でもあったんで、うん、かなり思い入れがあって頑張って前回も少し前にも同じような対戦をしたんで、もうそれが最後なのかなと思ってもう頑張って満足したんですけど、こういう形でまた来ると思ったのでちょっと気がかなり緩めてですけども、うん、頑張ります、ちょっとそこはスイッチ入れてもらってね、切り替えます、はい、やっぱりこう上の子たち、まあ、今の若い子たちってスイッチ入れるのめちゃめちゃうまいからね、うん、みんなスイッチ入れてたからね、やっぱそこはすごいなって本当に素直に思います、はい、頑張ってください、ありがとうございます、はい、はい、じゃあこれで優勝決定戦スタートいたします、やっぱり上の子たちI'm sorry.
ヤクワ選手優勝です。ご覧の通り252対240。
当に難しいレーンで、なんか必要以上にちょっと難しく感じてしまったのかもしれないですけど、なかなか、今大会がなくて、あのプロのトーナメントない状況で、こうして、大会本格的なフォーマットで、投げさせていただいて、本当にあのいい機会に、をいただけたかなと思います。でまた東山に帰ってちょっと難しいレーンを引いてちょっと練習を重ねてちょっと行きたいと思います。またあの3日までまたあのいろいろとこれからやっていきます。はい、いろいろとあの安藤グローもとあと僕と地区の方皆さんで含めて、いろいろ新しい試みを、やっていこうと思いますので、その辺もあのチェックのほどぜひぜひよろしくお願いします。今日は短い時間でありましたがありがとうございました。じゃあ僕は、はい、皆さん今日もそこまでご参加ありがとうございました。まあ全部参加してるんですけど初めて残りまして、まあ次は優勝したいなと思います。またあのスポコン練習して、またいろんな例をですね体験して皆さんもですねこうやって、いつもとは違った雰囲気、そしてあのトーナメントの感じをぜひ味わっていただいて、ね、もっといいボーリングライフを楽しんでいただければと思っておりますので、またぜひご参加いただきますようにお願いいたします。今日もご参加ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、最後私から、この大会もおかげさまで5回を迎えまして、だんだんと面白い大会になってきて、で若手がどんどん上手くなっていって、逆にこう200アップ賞とノンビッチ賞がいっぱい出すぎて困っちゃう状況なので、次回は、WTBA をします。はい、WTBA はおそらく、今日より鬼畜です。はい、なので、ぜひどうもご参加をいただきたいということと、先ほど松田プロが、おっしゃっていたように、三河地区がちょっと体制の方変わりまして、私の方が新規、地区長ということで、三河地区の地区を、引っ張ってまいります。副地区長は一応頼りないんですけれども、小原プロがやっていただくということと、ガモーケープロと、吉野武則プロと、あと誰だろう、一応松田君と僕はですね、あのウェブの方ですね、やらせていただくということで、インスタグラムとツイッターはもう開設してます。でインスタグラムは開設したばっかりで、まだ何も記事がない状態なんですけれども、JPBA サンタマン、下スラッシュ、下スラッシュサンタマンだっけ、JPBA が、まあいいや、また出せばいいんだね。で、あと地区の方で YouTube、こちらも解説していきたいと、考えております。まあ今後あのサンタマのイベント、まあサンタマオープンとかもありますけれども、まああとですね、サーキットですね、サンタマサーキットというものがですね、やっぱこのコロナで中止になっておりまして、それに代わるトーナメント、こちらも今開発中でございまして、地区長、副地区長で今話し合いの中で、メドとしては6月あたり、6月7月あたりをメドに、地区で大会を開催する予定です。まあ、今までと違うフォーマットになるんですけれども、あのぜひあのご参加いただければなと思っております。こういうコロナ禍でなかなか何もできない状況だからこそ、あのみんなで、考えて、ボーリングをより良い方向に、迎えるように、一応こう頼りない副地区長ではあるんですけれども、頑張ってまいりたいなと、思うところです。でちなみにあの皆さんあれですよね、あの僕の YouTube チャンネルは登録していただいてるんですよね。あ、していただけない方は200アップ賞はこれご視聴になりますんで、はい、あの大丈夫ですか。あの多分東海ではね、しれっとね登録しないんじゃないですね。ちゃんと押しとけよな。であと一応ね、僕と小原プロの、コンタクトがあるんでね、むかつく、本当にすごい圧倒的なね、
まあ、そういう形で、こういう大会ももちろんそうですし、サッカーの方にも、ぜひご期待いただければなと思ってますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。夜遅くまでご参加いただきまして、誠にありがとうございました。解散です。お疲れ様でした。ありがとうございました。